名物夜の屋台もにぎわうここは福岡市中央区天神です。九州随一の繁華街として親しまれるここから、本日はまた皆さんにちょっと楽しんでもらえるかなと思う場所、そして私も行ってみたかった場所を訪れようと思います。今日は2019年8月の30日、明日で8月も終わり、もう福岡も秋風が吹き、随分涼しくなりました。私の左の下には口内炎ができていて、ちょっと滑舌がいつもに増してまた悪くなっているのを皆さんに心苦しく思う次第です。天神から博多港までバスの直接の便はもうこの時間になるとないようです。ですから南北近くのところまで歩いて最後1キロは徒歩ということになりますが、ちょっとこれは誰もいませんからね、まあ怖いっちゃ怖いですが、幽霊とかそんなものは私は怖がりませんが、怖いのは動物とそれから悪い人、これは間違いないことだと思いますよ。なるべく早く行きましょう。私はでもこんな一人で喋ってて一番怖い人かもしれません。割と時間はかからずに到着しました。博多ふ頭第一ターミナルと書いてあります。有史以来の国際貿易港博多、そこからは各方面への船が出ており、特に韓国プサンへの高速ジェット船 JR 九州のビートルは有名ですけれど、私が今回向かいますのは韓国ではなくこちら長崎大間ではなく、まあ皆さんもご存知ですね、対馬です。夜行のフェリーが出ており、本日の宿泊費を節約しながら対馬へ格安で移動することができます。乗る船は日付が変わった0時台出航の九州郵船のフェリー、この福岡博多港と長崎県壱岐、そして対馬を結んでいる夜行フェリー、夜は5時間ほどかかり、また帰りも5時間ほどかかって途中寄港しながらゆっくりと移動するタイプのものです。他に特急高速船もあります。ありまして、本日は8月の31日土曜日、これから先対馬の行程についてはまだまだ未確定な部分も多いのですが、現時点で大体2つの案が浮かんでいますので、お話しできる限り皆さんにお伝えします。まずこれからこの九州郵船夜行フェリーに乗り、明朝4時45分には対馬へ到着する予定です。ただしあまりにも早すぎますので、船内でしばらく休ませてもらった後、対馬での観光を開始。対馬での滞在時間は、まあ、およそ半日を予定しております。そしてそれからもし予算に余裕があるならば、対馬空港より空路を利用いたしまして長崎県長崎空港を目指します。一方で予算に余裕がなければ、もう一度この船に乗ってこの福岡へ戻ってくる、要は往復の行程となるわけです。動画の終わりの部分ではそれがどちらになったか皆さんもお分かりになれるはずです。船に乗り込み直ちに毛布を借りてきました。こういった船はだいたい雑魚寝形式、簡単なカーペット敷きの少し固めの板、その上にみんなである程度お互いに配慮し合いながら寝て過ごすということになります。毛布の貸し出し代は1枚50円、通常100円ですからちょっと安い方です。だいたいこういった場合は2枚借りるのが正解だと私は思っており、実際に2枚借りてきました。なお船はちょっと混雑しているように私には思われましたが、もっと混む日はこのような甲板すべて人でいっぱいになるそうです。本日少々混雑していると思ったのは団体さんの存在によるものです。迷彩柄の服をお召しになった自衛隊員さんでしょうか、対馬にも自衛隊の基地があります。皆様誠にご苦労様です。ちなみにご苦労様という言葉はなんか今の日本のビジネスマナーでは失礼だとされているので、まあ、普段は使わない方がいいんだと思うんですけれど、ただ実際にはもともとはそんなに悪い意味の言葉ではないと思いますので、自分の動画で使う上では私は躊躇なく使っていきたいと思います。もくもく煙を吐き立てて今出航の時間、加速力もなんか随分いいような気がします。みるみる港が離れていくのが分かります。2000年の昔から海外との船の行き来により発展を続けてきたこの博多、博多港、博多の発展の礎となったこの港を利用することができたということが、また素晴らしい福岡観光できていると自覚します。昔も今も私たちのお隣の国大韓民国と大変関係の深い対馬、近頃韓国との関係は致命的に冷え込んでいることを皆さんもご存知と思いますが、その影響が対馬にどれほど出ているのか、
それを見極めることもまた今回の対馬渡航への一つの目的です。闇夜でほとんど分かりませんが、向こうから灯台の光が届きます。向こうに横たわっている黒いもの、かつて漢の和の名の国王と書かれた金印が出土した鹿の島です。博多の夜景はかなり後ろに過ぎ去りましたが、まだそれでも明るく空を照らしています。0時30分をもって船内は深夜照明に切り替わりました。この動画も本日ここまでとさせていただきます。また明日対馬到着前に再開することにします。おはようございます。ちょうど今こんな BGM 音楽がかかり始めました。7時の時報です。録画ボタンを押した瞬間になり始めましたので私も驚きましたが、今の時刻つまりちょうど7時、対馬市厳原に到着しました。対馬藩時代にはここが藩庁の所在地でした。カスタムズパトロール厳原税関支署って書いてありますが、税関の船ですね。これ早速国境の町らしいものを見つけましたが、フェリーターミナルの中に入るとこんな感じ。観光案内の地図がありますが、ハングルが非常に目立ちます。なんかこの厳原から日高津に向かって何か乗り物みたいなものがあって、9時と13時って書いてあるんですけど、なんて書いてあるかわからん。なんだこれ。なんでも対馬の観光客ってのはもうなんか9割方ぐらいは韓国人なんだそうで、日本人観光客はもうほとんどいないとかでして、もう案内もこの調子ですよ。全くね、何書いてあるかわからん。これ、まあ、多分このぐらいの看板だったらまあ読めなくてもいいんでしょうけれど、意外となんか すごいとこに来ちゃったな。基本的に観光客向けのものはハングル平記もしくはハングルだけで、日本語だけの観光案内というのは対馬に上陸してから一度も見ておりません。ここにもね、ちゃんとハングルついております。これまたガソリンスタンドですが、何かを500円で売ってるようですけど、何が500円なのか日本人の私にはよく分かりません。この港からの道なんですが、一応こういう道でもですね、国道382号という国道なんだそうでして、この対馬厳原からは海上区間となり行き、そして行きをまた通ったらばもう一度海上区間となって唐津呼子、そしてさらには唐津の中心部まで行くというですね、なかなか変わった国道なんだそうです。スタートにもこういうのありましたけど、やっぱりその道路整備に、ね、国の財源を使う関係でこのようになってるのかな。その国道沿いの川には柳の木がしだれ、日本の美しい観光地に割とありがちな風景になっています。またこの対馬島内には東横インがなんと2つもあります。なかなかね、こういう離島に東横インがあるなんて珍しいと思うんですけど、しかも2つ、それだけ韓国人観光客が多いことの表れでしょう。私もプサンで東横インに泊まりましたが、ソウルにも確か東横インがあったはずでして、他にもあるのかもしれません。韓国人にも馴染みのある日本のホテルということで、ここに2つ出店しているものと思います。こちらの店ですけど、 Wi-Fi チャージ OK、 コリアンウォン OK、 両替もできる、いろいろですね。こういうふうにこうハングル、まあ日本語もちょっとは書いてありますけども、ともかくこの厳原を少し歩いただけで対馬の経済がいかに韓国人観光客によって動かされているかを簡単に感じることができます。まあ、偶然かもしれませんが、このファミリーマートも韓国にも出店していて、韓国人に馴染みがあり、対馬へ出るにはちょっと有利なコンビニチェーンということができるでしょう。本日の朝ごはんはファミリーマートで買いました。本場韓国から届いたキムチチャーハンです。まあ、しかしそれにしても気になるのは、一体この対馬に韓国人は何をしに来るのかということです。そんなにね、ものすごくはっきりと外国人観光客をわっと集めるような魅力がこの島にあるのか、これちょっとね、対馬には悪いんですけど首をかしげざるを得ません。大きな島の交通の状況は必ずしもいいとは言えません。また何か世界的に名の通った観光地があるというわけでもありません。しかし韓国の方にとっての対馬の魅力とはおそらくこういったところにあるのだと思われます。インターネットなどで私も見てみたんですが、少し路地裏に入ればこんな、まあ、日本の割とどこにでも、それこそ東京でも見られるような一般的な日本の景色、
そして手軽に触れることができる日本の文化、こういったゴミ回収の景色もまた韓国人の方にはもしかしたら日本の見るべき観光の要素になっているかもしれません。そしてまた韓国人観光客が非常に多く訪れていることから、その対応も進んでいて、特に言葉の壁などもうほとんどないようにも私には感じられます。むしろ日本人に対して言葉の壁がなぜかできてしまっているぐらいです。この伊豆原周辺を歩いてみて非常に思うのは、まあ、確かに対馬にはこれぞといった世界的に有名なものはないけれども、数多くの日本人観光客を集める日本から最も近いとされるアメリカ領グアム、そこを日本人がバカンスの地として多く選ぶように、この対馬もまた韓国からほど近く手軽にアクセスすることのできる日本、手軽に行ける外国としての地位を高め、韓国人観光客に愛されているのだということです。この地図を見ていただければ分かりますように、この対馬はもはやどちらかといえば福岡市よりも韓国釜山市の方が距離的にも近いというわけでして、それだけ心理的な隔たりもまた少なくなるものと思います。そのようなわけで昔からお互いの交易は大変盛んでした。こちらは多分江戸時代の様子だと思うんですけどね、朝鮮通信使、日本の将軍が代替わりをするとその度に代替わりのお祝いの挨拶に来てくれていたお使いの集団です。当時は何分鎖国政策の真っ只中でしたから、ものすごく活発な交流ではなかったようですが、それでも将軍の代替わりの旅に欠かさずお祝いに来てくれたようです。まあ、向こうのノリとしてはですね、何かの霧のいい機会に日本に対して定期的にお祝い、挨拶をしておくかみたいなノリだったようですけれど、それでも日本の将軍と、それから天皇との関係、一体どちらが、挨拶をするべき相手なのかということを、向こうなりに研究をした結果、これは天皇はただ君臨すれども当日せずただいるだけなので、じゃあこれは将軍に挨拶をするべきだというふうに考えるなど、なかなか進んだことをよく考えてやっていた様子。李氏、朝鮮としてまだ韓国がやっていた頃の話です。さてこれを見ていただくと分かるんですが、乗ってるのはこれね、あの朝鮮からのお使いの方で、周りのこれお侍さんですが、この人たちはこの対馬藩士、つまり日本人です。これですね、このカゴもあの日式なわけですけれど、朝鮮通信使というのはこの対馬にまず一旦やってきて、そこから対馬藩士に迎えられて、あとはみんなずっと対馬藩士がお江戸東京まで通信使をお連れするということをやっていたようです。やっぱり国賓ですからね、立派な馬に乗ってすごい楽々な感じ。この脇のお使いの対馬藩士も随分重そうなものを持ってますが、にこやかな笑顔です。こんなに楽々といけるのかな。この朝鮮通信使は江戸幕府としては朝鮮からこちらに対してうやうやしく頭を下げながら挨拶に来た朝貢だというふうに一方的に言っていたようですが、朝鮮としては対等な挨拶のつもりでいました。ただね、当時の李氏朝鮮も江戸幕府がそういうふうに捉えていることは分かっていて、朝鮮の方がなんかあのこっちにうやうやしく下手に出て挨拶してきたぞって勝手に言ってくれ回っていることはどうも分かっていたらしいのですが、それには目をつぶってくれていたようです。また交易のためにもこの対馬には朝鮮の出先機関というかね、出張所駐在所のようなものが置かれ、また同時に釜山にも江戸幕府の駐在所が江戸時代通じで置かれていたということです。これは船であれかな、多分対馬から通信使の皆さんをあのお送りする、そんな様子でしょうかね。何も朝鮮通信使だけではなく、この対馬は歴史の表舞台にも何度も登場します。例えば鎌倉時代、モンゴル帝国の攻めてきた文英の駅、公安の駅、いわゆる元寇ですけれど、その時もまず最初に攻められたのは対馬、全力を持って対馬は防衛をしましたが、しかし圧倒的な兵力の前に敗れ去ったそうです。それから豊臣秀吉の朝鮮征伐、朝鮮への侵略戦争を仕掛けた際には、この対馬を中継起点としてかなり活用していたそうです。もちろん通常の貿易でも大体の場合この対馬に立ち寄ることが多く、日朝交易の場ももちろんこの対馬でした。さらには明治時代、日露戦争において日本海海戦、あの東郷平八郎があのロシアのバルチック艦隊を日本海で破りましたなんて話をよくね言います、有名な戦いですけれど、あれも外国ではバトルオブ対馬という名前で言われているんだそうでして、それはこの対馬から出撃していった軍艦がそのバルチック艦隊を破ったのだということです。さて国道から離れ、こちら武家屋敷通り、対馬では宗教の宗と書いて宗氏という家が鎌倉時代あたりから少なくとも江戸時代の終わりまでずっと治めていました。ちょっと入っていいんだなこれな、よいしょ。
中に入るとこんな銅像が置いてありました。江戸時代初代対馬藩主宋義友さんです。対馬はもともと戦国時代、豊臣秀吉が力を持ってからじゃあすぐ豊臣側につこうとバッとついてですね、それからずっと、豊臣側にいまして、関ヶ原の戦いでも旧豊臣側の西軍、つまり家康と戦うということになったわけです。そんな自分に牙を向いた大名に対しては、その後幕藩体制になってからの待遇は悪くなるのが当たり前で、そういう待遇の悪い大名のことを戸様大名というわけですが、対馬は戸様大名の割にはですね、待遇がかなり良かったのです。これなんで良かったかというと、その前にさっきも言いました、あの豊臣秀吉のよりにもよって侵略戦争を仕掛けるということをしましたので、とにかく今までの外交の実績がある対馬藩には頑張ってもらって、朝鮮との関係は修復してもらわなければならんということで、特に領地の、なんかこう撤収没収とかね、改易とかそういうものはなく、それまで通り対馬での力を振るい続けられたのだそうでした。皆さんご存知のように、韓国併合条約を結んでからしばらく朝鮮半島が日本領だった時代があるわけでして、それはもちろんいいこともいっぱいあったし、悪いこともいっぱいあったでしょう。それもですね、もちろん今の問題にいろいろとこうなってるのはもちろんそうなんですが、多分この時代に比べればだいぶ今の状況は軽いと思われまして、なんだってその侵略戦争を仕掛けたわけですからね、それはさすがによく改善できたなと思うんですが、その後も、朝鮮通信使とか言ってですね、幕府ができてから4年後には最初の通信使が来てくれるようになりまして、よくね、向こうも やばかったんですよ、朝鮮通信、朝鮮出兵の時ってね、ソウルにも出兵して、平壌にも出兵して、もういろいろと、もう30万人も軍隊が渡りましたんで、それはそれはと思うんですが、それでも、ちゃんと向こうも気を良くしてくれたんだから、良かったよなと思います。もしくはこの人の外交手腕がとんでもなく良かったか、どちらかです。もうですね、冷え込みどころかおそらく、ボロッボロにぶっ壊れていたと思われるその日朝関係を見事なまでに修復させたということで、もう家康も大喜びですよね。お前よくやってくれたなって感じだと思うんですが、それでですね、対馬藩とそれから朝鮮の間の貿易が許可されるということになり、対馬藩はそんなに物がたくさん取れるようなところではありませんが、その貿易によって豊かな藩として栄えました。ところがですね、江戸時代の終わりぐらいになると、そんなに貿易も儲からなくなってきたらしくて、ちょっと最近貿易うまくいかないから、なんか大阪とか別の場所どっかないですかみたいなことを当時の、大老井伊直輔に相談して、大阪ああいうここにあるからちょっとこっちに国替えしていいですよみたいなことになったんですけど、結局井伊直輔が桜田門外の変で暗殺されちゃったんで、その話も流れてしまったそうです。意外とあんまりこの対馬の地に宗氏の愛着はなかったんですかね、どうなのか分かりませんけど、ずっと鎌倉時代あたりから治め続けてきた対馬をそんな簡単に手放そうとしたのか、なかなかそれも面白いもんです。さて、今度は話が変わって、現在の日韓関係とそれに取り巻かれる対馬についての話に移りたいと思います。ただこういった国際関係の話があまりお好きでない方などは、一応ご了承願いたいなと思います。ここにですね、この看板が出てるんですが、私東横に2つあると言いましたが、もう1つは今度オープンするんだそうです。東横に対馬ひらかすオープニングスタッフ大募集、なかなかいい待遇のように私には見えます。でもですね、これは大変なことですよ。韓国ではどうも近頃空前の対馬ブームが起こっていたようです。なんでも、プサンからこの対馬まで往復で3000円とかいう極端に安い、なんかそういう往復乗船券みたいなの企画切符が売られているようで、それで一番安く行ける海外旅行、それはそうですよね、船で行こうと思えば日帰り、3割の韓国人観光客は日帰りで、7割は宿泊を伴うそうですけれど、そういうわけで毎年毎年このプサンへのお客さんは増え続けまして、今は年間40万人に上る勢いとなりました。あまりにも勢いよく韓国人観光客が増えているので、対馬側でも対応を急ぎ、なるべく韓国の人に快適に旅行してもらえるようにと、これはね、大韓民国側の施設のようなんですけれども、さまざまな、例えば免税店とか、それから航路の拡充とか、それからまたソフト面での、その他日本側の、施設とかそういったものをですね、増やしているその最中だったようです。東横インなんかも民間主導によるものですけどね、まさにその一例です。それがですね、この間から取り上げられております軍需品の輸出に関する問題で、もう今大変なことになっております。日韓関係のこの急速な冷え込みに伴い、韓国を訪れる日本人観光客も大幅に減ったでしょうし、韓国からやってくる訪日韓国人観光客も大幅に減りました。そして特に対馬はその傾向がひどく、冒頭でお話ししましたように、この対馬伊豆原港への船は全て急便ということになり、
まだ、今ですね、対馬の北方の日田勝にも後で行こうと思うんですけども、その日田勝の方も、一部減便ということになっているようです。実はですね、私も今回のびっくり企画として前々から考えていたんですが、山口県下関市から関風フェリーに格安で乗船し、プサンに移動、そこからさらにプサンをちょっと見た後、この対馬を介して日本へ戻ってくるという工程を組み込む予定でした。しかし今回の情勢を鑑み、これは中止とせざるを得ませんでした。同様に韓国から日本へやってくる方が少なくなるのも当然です。日本人観光客はほとんどやってこないこの対馬に40万の韓国人観光客が来るようになり、そして将来的には50万を目指そうと息づき、積極的な施策を打ち始めたところで、なんとこう悲惨な状況、これはまさにバブル崩壊とか、そういった言い方をしてもいいのかもしれません。ちょうどこれから人がいっぱい来ると、そのためにホテルもいろいろ増やすぞと増やしたところ、急にお客さんが来なくなってしまい、今の対馬は閑散としているということです。私が前にね、一度でもこの対馬に来たことがあれば、以前の状況と比較してお伝えすることができたのですが、しかし私は少なくともこの対馬へ来てからまだたった一人の韓国人とも出会っていません。さっき東横インの前でちょっとね、韓国人が通るかなと思って立ってたんですけれども、日本人しか出てきませんでした。さて、ちょっと話題を変えまして、一旦休題というわけですけども、こちら私が対馬で非常に行ってみたかった場所に来ました。お船へ、港から30分ほど歩いてかかります。ここは江戸時代のまた遺構というわけですが、かなりよく残っています。対馬藩は、朝鮮との交易、それから本国への移動などで、とにかく船が重要でした。昔は江戸時代こういったものが非常に多くあったのだそうですが、ここに大きな船を止めて、要するに船の置き場、鉄道で言えば車庫のような形で止めていた場所だということです。またこの場所を使って造船、それから船の修理整備なども行っていたようです。あの奥にはなんかレンガみたいなのがあるから、明治の時代になっても使っていたんですね。ここは面白い、来てよかったのですが、しかしちょっとですね、もう時間がギリギリになっております。次の目的地日田勝までのバスは3時間に1本程度しか運行がなく、遅れると大変なことになるのです。韓国人観光客がより多くやってくるという日田勝にはぜひとも行きたかったのですが、しかし対馬は非常に大きく、ここから50キロほど離れておりまして、そんな場所にバスで行くと3000何百円かかりますから、今回は予算をオーバー、諦めるしかないと思っていたのですが、しかしですね、幸いなことに、バスの乗り合い所みたいなところ行ってみると、島内全域乗り放題のパスがなんと激安の1000円で販売していましたので、それを買って1000円で日田勝まで移動することといたしました。ちなみにこれなんですけども、さっき調べてみたら、対馬に昔要塞を設置していた時、大砲を置いていた場所の名残なんだそうです。ああよかった、十分間に合いました。これから向かいますのが日田勝、バスの切符を買う時間あと4分あるな。走ることを想定してコインロッカーに荷物を預けてきたのが正解でした。伊豆原から2時間と20分かなりかかりましたが、今着きました。こちらが日田勝です。日田勝の方がどうもやはり規模が小さいように思います。それはそうですよね、伊豆原の方がもともと藩庁があったところでもありますから、こちらは特に城下町というわけでもなかったと思いますが、歩いているとだんだん観光地らしい雰囲気が現れてきました。どこに何があるのか全くよく分からず、港の場所までよく分からなかったので地図をもらいました。これです。バスターミナルの方は、これ韓国の方用のものなんですけど、ちゃんとね、日本語も書いてくれてるんですけれど、確かにハングルの方が日本語よりも大きく書いてある場合が多いようです。いや、そうでもないか、同じくらいの大きさですね。でも確かにこれを見ると、国内専用のターミナルと国際専用のターミナルと2つあるんですが、このね、ついてる地図には国内専用ターミナルのこと、そんな重要なね、港の情報が書いてないんですよ。やっぱり確かにこれは韓国の方向けに作られたものなんだなというのは、そこから分かります。
お店の紹介、多分同じようなことがハングルでも書いてあるんでしょうね。私の記憶違いでなければなんですが、確かね、年間にこの伊豆原に、29万人人がやってくると、さっきね、なんかに書いてあったんですよ。ちょっとそれもう一回開けなくなっちゃったんですけど、で、その29万人のうちの28万人が韓国人だということです。すごいですよね、もうほとんど韓国人で、確かにここですれ違う人、結構さっきからね、観光客らしき人が7、8人ぐらいいたんですけども、顔を見る限りでは全員韓国人のように見られます。この状況においても来てくれる人もいるんですね。あの人たちもそうだな、聞き慣れない言葉を話しながら過ぎ去っていきましたんで、韓国の方でしょう。いるいる、結構たくさん、1分間に1人ぐらいの割合で韓国人と思われる観光客の方を見ます。公共交通機関では回りづらいこの対馬を、皆さんレンタサイクル、レンタカーなどで回られているご様子です。もちろん通常の島民の方も同じぐらいの数いるんですが、まあ韓国人と日本人と見かける人は半々でしょうか。ちなみに観光客は 100% 韓国人に見えます。まあ、それもね、この目の前にありますのが、国際線の待合ターミナルなわけですから、たくさんいることは不思議ではありません。しかしそれにしては少ないのではないかという気もします。さっきの私の記憶している数字が合っているなら、1年に28万人がこの対馬を訪れているということになるわけですが、それ1日あたり換算すると780人なんですね。で、今日は夏の終わりのですね、まあどちらかといえば観光シーズンで、日曜日の真っ昼間です。もっとたくさんいてもいいんじゃないかっていうような気がするんですけどね、まあ実際にかなり少なくなっているそうです。で、さっき伊豆原のバスの待合所のところでですね、あの周りの話を盗み聞きしたんですけれども、まあ、というか聞こえてきたんですが、あまりにも観光客が少ないので、従業員の人たちも休みの数を倍にして1日働いたら1日休み、また1日出勤と、そういう風にして働く人の人数も半分に減らし、休みばっかりになっている、そんな話をしているのを聞きました。まあ、伊豆原のその人たちの話の流れでは、まあ、別になんかそれを憂いているというよりは、まあ元通りに戻っただけだよ、前がブームでちょっとおかしかったんだよみたいな、なんかそんな感じの言い方でしたけれども、少なくともこの辺りでは深刻な影響が出ているものと思います。国際線ターミナルの売店でこんなものを買いました。おなじみこんにゃくゼリー、喉に詰まらないように食べるべきです。これは韓国の方から絶大な人気を得ているんだそうで、確かに私も前にね、鳥取の境港から韓国トンヘンに乗った時もこれね、売ってましたね。あそこの売店、やっぱり売れ行きはどうですかって聞いたら、もう壊滅的だみたいな話を聞かせてもらいました。なんでもこの空前の対馬ブームにより、1日10便という臨時便も含めた大増発を日々実施していたらしいのですが、それが7月頃から韓国人がめっきり来なくなり、現在は1日わずか1便の定期便が韓国との間を通っているだけだそうです。もうそこら中至る所に韓国人がいたようですが、現在は、まあ、確かに至る所にいるはいるんですけれども、まあ、ポツポツいるな程度、日本人との数は同じぐらい。韓国人観光客の増加に応じて新しく出店したお店や、もともとあった韓国人対応のお店が次々に潰れ始めているということです。今後もっと潰れていくだろうとの話を伺いました。驚きは生活広場対馬店、まあ、こういうお店なんですけど、応募資格韓国語日本語のいずれかできる方、これつまり韓国語しか喋れなくてもいいってことですよね。それで採用されるってなかなか日本ではないことですが、日本語できなくてもいいってすごいな。でもそういう状況ももう長くは続かないかもしれません。しかし日韓関係が修復されれば、きっとまたこの対馬は韓国で主要な観光地として認識されているはずですから、また復活するものと信じています。ちょうど今対岸の国内ターミナルに向かっているところ、あそこに今唯一収益している国際線オーシャンフラワーというのがあります。韓国の船のようです。で、あれがですね、どのぐらい混んでいるのかちょっと、まあ、今日の混み具合についてはわからないんですが、あの前の混雑している様子を理解するのにちょうどいい動画がありました。これはあの私の友達の小野田さんですね。あの動画はね、あの自由に使っていいと言ってもらってますんで、このままご紹介します。同じ時間帯にニーナっていうやつもねあって、もうどっちともね対馬行くみたいなって、めっちゃねあれですね、繁盛してますね。今回の乗るね、オーシャンフラワーこれです、はい、こんな感じで、まあ、高速船なんでちっちゃいですね。で、今日は海も穏やかで結構揺れるそうなんですけども、今日はね、あんま揺れなさそうな感じがしますね。どうでしょうか、酔い止めは一応飲んだんですけども、はい。
なんか今の小野田さんの説明を見る限りだと同じ時間に2便とか出てね、つまりあまりにも需要が大きいから1便じゃ足りなくて同じ時間に出すってことでしょ。なんか東海道新幹線みたいなことやってたんですね。それが今じゃもうこのすっからかんという状態です。さて、それじゃこの国内線フェリーに乗って福岡博多へ帰ることにします。この日田勝からも1日1便だけ15時5分発博多20時55分到着の国内線が出ておりまして、高速線の運行はどうもないようです。まあそれは1日10便と1日1便じゃ当たり前ですが、国内ターミナルの方が小さいですね。もっとも現在ではどちらも1日1便になってしまいましたけれど、そして今時間通り15時5分を迎えまして、対馬国内線ターミナルを離れるところです。この船の中には売店などはありませんので、自動販売機はありますけれども、食べ物としてコンビニでこれを買ってきました。いや正直少なかったかなとは思いますが、コアラのマーチ、それからブローこんにゃくゼリー。コアラのマーチを販売しているロッテはもともと韓国の資本でやっている会社です。そしてこちらのこんにゃくゼリーは群馬県産の名物のこんにゃく芋を使い、韓国の方にも愛される日本のお菓子、一応日韓の友好的な関係が再び築かれることを願い、これを買ってきたつもりです。今日のおやつはこれにしたいと思います。まあおやつだけになっちゃってご飯を食べられないのは残念ですが、博多に着き次第何か食べることにしましょうか。あとは博多に到着をする夜の9時まで、この対馬も含む日韓の領土の問題についてしっかり考えてみようと思います。この動画はこれで終わりにして、本日博多到着をもって動画は一旦中断される予定です。出港から1時間、本日はよく晴れており、対馬の東海岸がはっきりと望めます。西側の海岸にもし少しでも出ることができたなら、韓国を望むことができたかもしれません。この好天に恵まれているだけにとても悔やまれます。出港から1時間、今対馬の東海岸を眺めているところです。本日は大変天気が良く、もし西海岸沿いに少しでも出ることができたなら、韓国を見ることができたかもしれません。これほど天候に恵まれていただけにとても悔やまれます。時間がもう少しあれば、あとせめて1時間あれば韓国を見ることもできたかもしれませんが、まあ、ともかくこの帰りの船上で私のお手製地図を使いまして、日韓の領土問題についてご紹介しようと思います。お、来た来た、 JR 九州の国際線、韓国プサン市行きのビートルです。お、来た来た、あちら JR 九州国際線、ボーイング929型、時速80キロで飛んでいくジェットフォイルという乗り物でビートルの名前がついています。福岡博多港と釜山広域市釜山港、2時間程度で結ぶんだったかな。今どうしようもない深みにはまりつつあるこの日韓関係、あの船が一隻いたからといってどうということはないかもしれませんが、今度は新しくビートルに新造船がデビューをするという明るいニュースもあります。なかなかかっこいい船で、現行のボーイング929型よりも随分お客さんが大勢乗れるようになるそうです。このビートルが将来にわたって対馬海峡に友好の白い筋を引き続けることを強く願います。やっぱりお隣の国とは仲良くできた方がいいと思うんですよね。韓国もちょっと仲良くしようとしてくれないかなっていうのが正直な感想なんですが、まず終戦までは日韓の間に領土問題は存在しませんでした。なぜなら韓国という国が当時はなく併合されていて全て日本だったからです。戦争が終わり、降伏の文書の調印も済んだ後、まず日本の船は全て動かしてはダメだということになりました。それが1945年9月初頭のことだそうです。でその後、まあ、すぐに漁船とか簡単な木造の船であれば動かしていいよとか、だんだん条件が緩和されていったんだそうですが、ある一定のところで連合国軍がじゃあここで線を引こうと決めたのがこのマッカーサーライン。
言わずもがな連合軍マカサ元帥の名前からそれは来ているわけですけれど、あんまり好き勝手に船が動き回られるとアメリカ軍としても、まあ、統治をするのに都合が悪いということで、とりあえずこの線よりも内側のところでだけ動き回ることにしてくださいという指示が出ました。この時一部の離島についてはその範囲から外れることになりました。竹島と対馬もその中に含まれています。まあ、つまり、この辺りまで漁船が好き勝手に行ってはいけないということになっていたわけです。じゃあ人がいっぱい住んでいた対馬の漁船は一体どうやって漁をしてたのかと、ちょっと私はそれ気になったんで調べてみたんですが、残念ながらちょっとそれはね分かんなかったんですが、まあ、ともかくとりあえずここに線を引きます、また細かいことは後で考えますとアメリカも声明をそこに付け加えて、とりあえずのマッカーサーラインが引かれたわけです。そして実際にとりあえずを本格的な決定に移行する時が来ました。それが1953年のサンフランシスコ講和条約、太平洋戦争の正式な講和条約、その後の体制も決定付けられたというわけです。その講和条約の制定に伴い、このマッカーサーラインについては完全に廃止され、日本は他の国と同様その領海や排他的経済水域の中で自由に漁船を動かすことができるようになりました。まあ、もちろん漁船だけではなくて船を動かすことができるわけですが、そして困ったのが当時生まれたばかりであった大韓民国の、新しい大統領、初代の大統領イスンマンという人です。このイスンマンはもともと日韓併合時代、日本統治時代から日本に対して対抗する動きを見せていたそうですが、初代大統領となってからも日本に対して対立的な政策を多く打ち出してきた人で、イスンマンとしてはアメリカに対してこのマッカーサーラインを廃止しないようにと強く求めを入れました。しかしアメリカ側としてはその訴えは受け入れられないということで、やはりマッカーサーラインが廃止をされることは変わりなかったわけです。そしてどうしてもマッカーサーラインの廃止が動かすことができないということが分かると、突如としてこのイスンマン大統領はイスンマンラインというものを発表しました。これはつまりここまでが韓国の軍事境界線であって、外国の船はこれよりも内側に来るなよという意味、まあ要するに日本に対する突きつけたメッセージというわけです。そのイスンマンラインに対馬は含まれていませんでしたが、しかし竹島が含まれていました。見ていただくと分かるんですが、竹島もなかなかですね日本の本土と離れたところで、まあ、地図に乗り切らなかったんですが、沖ノ島がこの私の人差し指のあたりにあるんですけれども、一応島根県の、沖ノ島、沖町って言ったかな、なんかそのね、中の自治体に一応住所表記は組み込まれているんですが、まあ、かなり離れたところにあります。それに対し日本は抗議をし、またアメリカもそんなイスンマンラインなんて勝手に考えたものは認めるわけにはいかないということで、みんな揃って反対をしたわけですが、韓国としてはいやこれが正しいラインだということで、それからはこの竹島周辺にやってきた日本籍の漁船などを次々と捕まえて、かなり韓国でもう虐待的な取り扱いをしたそうです。それ以降韓国はこの竹島を開発するようになり、ここに警備隊も置き人を住まわせ実効支配を強めるようになりました。現在この竹島は近くにあるウルルン島という、ここは正確に日本が放棄をした韓国の土地なんですが、このウルルン島から船で竹島へ観光用に渡ることができるそうです。これを渡るということは日本人でも法的に可能です。しかし韓国に正式に入国をした後に竹島にパスポートを持って韓国の領土として訪れるということになりますから、日本人としては取るべき行動ではありません。ともかくこのように竹島が韓国のものである、実際に自分たちが使っているのだというアピールや日本からの防衛ということも考えてのことか、竹島はどんどん韓国の都市として開発を勝手にされている状態です。また同時にこの対馬についてもこのイスンマンという人は意見を発表しておりまして、この対馬はもともと韓国の領土であるから日本は返還をしなければならないということをこのイスンマンラインを発表する前に唱えていました。これについてもちろん竹島もそうなんですが、これらは全く根拠のないことです。この竹島というのはもともと明治時代の終わり頃、もともと誰もここを使っていなかったので、じゃあ日本の漁船が中継地点として使うから、ここを日本の領土として決定しましょう、閣議決定がなされたということなんですが、この島はみんな明治時代とかそういう歴史ではなく、もっともっと昔から今回の動画で皆さんにお伝えしたように韓国との貿易の境界線として、しかし日本の表玄関として長く使われ続けてきた場所です。歴史を遡れば縄文時代、
この九州北部で出土した土器とこの対馬で出土した土器については全く同じものだったようです。つまりそれだけ文化圏が近いということでもあります。もっとも、まあ、これは半分ジョークも込めて言えば、現在のこの対馬の、まあ、唯一存在すると思われる領土問題としては、この対馬は長崎県に属することになっていますが、結びつきは圧倒的に福岡県との方が大きく、対馬を福岡県の、その領土にしてくださいとでも言いましょうか。そういった運動は対馬の島民によってなされてはいるものの、対馬が韓国の領土であるという理屈については、どこにもそんなものを認めるような余地はありません。しかしそれでもこの対馬ですら韓国固有の領土であると、韓国からやってきた団体ツアーのガイドさんが話をするという場面があるとネットに書いてありました。これはネットに書いてある情報であるので、本当に正しいのかどうか、個人のブログ的な程度の信憑性ですから、まあ、複数そういったものが書いてあるのをインターネット上で見かけましたけれども、正しい情報ではない可能性があるというのを皆さんにも注意していただきたいのですが、そういう場合があるかもしれないということ、それからこれは実際に私が目撃したのですが、ここ鳥取県境港から韓国のこの辺、東海と書いてトンヘという町がありますが、ここまで移動するフェリーに乗った時、ここの途中にですね、韓国の船なんで韓国の地図が飾ってあるんですけども、竹島のここにまあ国境線が引いてあって、まあ、それは韓国政府の主張がね、ここに国境があるというふうにしているわけですから、まあ、とりあえずそこに国境が引いてあるのはまあ仕方ない、そういうもんなのかなと。正しくはないけれども韓国はそう主張している。そして対馬は韓国政府もここが国境であるということをちゃんと認めてますので、日本の領土としてその地図には描かれておりましたが、しかし韓国人の落書きによって正しい国境線にバス印が打たれ、この対馬海峡の九州との間の部分に別に国境を落書きして、対馬は韓国の領土であると、その船に乗っていた韓国人のそういったいたずら書きを目にする機会もありました。だから対馬は韓国の領土であるというような言説が全く存在しないわけではないのです。韓国の中の一部の自治体にはこの対馬は韓国の領土であり、それを返還を日本に求める記念日、対馬の日というものを設定しているところまであると聞きます。しかももっとお粗末な話ですが、このイスンマンライン、もしくはリショーバーラインというこの、韓国が一方的に設定した国境線とされるものですけれども、これは日韓基本条約、日韓国交正常化が達成された、その時に廃止されるということでまとまっています。ですから現在このようなものは存在せず、韓国が竹島を占有できる韓国側の根拠というものも全く存在しない状況になりました。そうするとなぜ韓国が竹島を占有できているのか、もう本当に誰にもわからないということになりますので、じゃあ韓国さんもこれ、国際司法相談所で裁判所に持って行って、そして韓国が日本のものなのか、竹島が日本のものなのか韓国のものなのか、その開かれた場で第三者の判断によって決着をつけましょうよと日本政府は再三の申し入れをしているのですが、韓国政府はこれに応じる気は一切見せないようです。またイスンマンラインを廃止することが正式に決まった日韓基本条約においては、韓国の中に日本が残していった旧統治時代の資産、例えば朝鮮銀行、まあ、日本の日銀みたいな、韓国のですね、朝鮮銀行というのは日本がもともと作ったものなんですけども、その朝鮮銀行の本店の建物とか、韓国の大ターミナル駅である首都ソウルにある駅の旧駅舎、観光名所として知られる赤レンガの旧ソウル駅など、そういったものは、まあ、つまり日本が残していた資産で、ね、韓国にそれがですね、韓国に譲渡するということが決まったわけです。それ今全部韓国のものなんですけれども、それを譲渡するのを決めたのも日韓基本条約で、それを韓国が無視して今でもその亡くなったイスンマンラインという、まあ、一方的なこれすらお粗末なものなんですが、もしそれを根拠にこの竹島の占有を続けているというのであれば、逆に日本は韓国に残してきた資産について返還する請求をすることもできるわけです、まあ、実現できるかどうかは別として、韓国でこの対馬、竹島がそれぞれ領土だと主張する言説が存在するということについて、私は一生懸命、少なくともインターネット、自分のスマートフォンでですけれども、韓国にひいき目になって何か韓国に有利な状況がないか、過去に確かに韓国がここに何かこう統治していた実績があったとか、韓国が多少なりとも領有権を主張する根拠みたいなものがないか一生懸命探したのですが、残念ながらただの一つも見つかりませんでした。まだね、北方領土の方もそれは認めるわけにはいかないんですけども、あっちはまだ
先に、日ソ、なんだあれあのねありましたね、なんとか条約、不可侵条約みたいなやつね、それを先に日本が破ったじゃないかみたいなことを、ロシア側としても言ってるわけですけれども、まあ、それでもですね、まあ、それもあのあれなんですが、まあ、ともかく韓国のこれに関してはね、本当に何もないんですよ。一応まあ全く何も見つからなかったわけではなくて、日本がこの辺りの地図を江戸時代ぐらいに作っていた時、このウルルン島を間違えて2つ書いてしまって、そしてその2つ書いた島を両方とも韓国のものだと、正確には当時の朝鮮のものだとそこに記載したもんですから、だからほらここにある島2つとも朝鮮のものだって書いてあるだろう、だからこれは韓国の領土なんだという主張もされてるんだけどさ、それはそもそも日本が間違えて作った地図なのですから、そんなものを根拠にしても仕方がない。この程度の証拠と呼べるかどうかよくわからないものであれば少々見つけることもできました。また今回はあまり訪れることができませんでしたが、対馬には様々な神社お寺がたくさん歴史あるところですからございまして、そこの仏像が韓国の盗掘団に盗まれるという事件が過去たびたび発生しています。それを盗むということ自体も悪いことですが、どんな世界にも悪いことをする人はいます。だからその後の対応が重要です。韓国はその悪い人たちを捕まえて逮捕処罰はしましたが、盗んだ仏像については返還していません。これは韓国の裁判所が決定したことですが、この対馬にあったそれら仏像についてはもともと日本が豊臣秀吉の時代に朝鮮出兵によって朝鮮から略奪をしてきたものであるのだから、それを今韓国に戻ってきたことについて特に何も考慮する必要はない、返還の必要はなく韓国に置いておけば良いだけだという決定をし、国際問題になっています。そのおかげで対馬で毎年毎年日韓というべきかな、その友好の証として韓国よりおいでになる昔の朝鮮通信使に扮した行列のお祭り、それが中止になったということもありました。この島国日本では数少ない、わずか数時間で訪れることのできてしまう外国、しかしどうにもまた最近は近くて遠い国という認識をせざるを得ないようになってきています。 JR 九州の高速船ジェットフォイルが博多港へ先に急ぎます。その仏像に関してはね、確かに私もいくら昔のこととはいえ、日本が取ったものであるということが明らかなのであれば、それは韓国に返還してもいいんじゃないかなという気はするんですよ。ただね、するんですけども、そういう場合はやはり正式な手続きを踏んで国と国とのコミュニケーションを取った上で返還をするべきなのであって、犯罪者が奪い取ったものをそのまんま、まあ帰ってきたからラッキー、そのまんま、しかし一応本人は刑務所に入れときましたよって、それはね通用しないし、またあまりにも恥ずかしいことだと思います。日本人であるからとかないからとかそういうの関係なく、人が取ってきたものを相手に対して大した詫びもすることもなく、そのまんま自分のところに置いておくってどうなんでしょうか。一応ここにですね、今回の話のまとめみたいなものを書いておきました。韓国の設定したイスンマンラインというものは、日本もアメリカも両方とも認めていなく、韓国が勝手に一方的に主張したに過ぎない国境線とされるものであります。そして、これはしかも日韓基本条約との締結と同時に廃止をされたのですが、現在もその、廃止されたものを、まあ、根拠にしているというか、何も根拠がない状態で、竹島が韓国に占有されているという状態です。そして次、先ほど訪れまだその姿を見せてくれているこの対馬が韓国領だという主張が韓国で一部なされています。それについて、これは第二次大戦が終わった後イスンマン大統領が唐突に唱えたもので、まあ、これもまた全く根拠はないと言っていいでしょう。ただ言っているだけに過ぎないものです。この対馬は有史以来日本の文化圏統治下に入っており、徳川時代幕藩体制のみならず、はるか縄文時代より日本の土器の文化と共にしてきました。そして、韓国には対馬の返還を求めるという自治体もあるそうです。なんか日本海に面した市、私ちゃんと名前知らないんですけど、馬山市みたいな、なんかそういう釜山の近くにあるような、とある市がですね、対馬の日というのを設定しまして、それでそれを対馬返還しろという運動をやっているそうです。しかし韓国政府としては、一応韓国政府の名誉のために言っておきますが、さすがに対馬に対しての領有権の主張などはできないだろうということで、そのようなですねことはやっておらず、まあ、むしろ韓国政府もそんな変な記念日を設定しないでくれと、その自治体に対して言うぐらいなんだそうです。
これら領土問題の解決の見通しについては結論から言って全くもって立っておりません。ムンジェインの、2代前ですかね、なんていう名前でしたっけ、あのパククネの前の大統領、ど忘れしちゃった、リムンバクか、リムンバク大統領が、上陸をしたのも問題に なりましてね、日本の外国の領土に大統領が、勝手に国境を踏み越えて上陸するというのは、国民としては、ちょっと信じられないことです。そしてまた、韓国の、国もそうだし、それから民間資本もかなり竹島の方に入ってきているようですが、その観光開発によって、韓国の実効支配はますます強まっています。そして韓国の国民の非常に多くがこの竹島を韓国領であるということを信じているそうです。私は正直言ってこれほどまでに根拠がないでたらめな理由というか理由もなく占拠されている竹島を自分の国の領土だと、もし自分が韓国人だったら思えるかというと、まあ、かなり疑問だということだけは言っておこうと思います。まあ、韓国としては確かに仮にそれが外国のものであるということが明らかだったとしても自分のものなのだという主張を続け強硬な手段に出て自分の領土を拡大していくということが国益につながるのであればそうした方がいいという場合もありますが、まあ、しかし私であればちょっとこれで自分の国の領土だとは思えないなと、そういう意見を発信することもあるかもしれないな。多分ね、実際には私竹島とかがもう日本の領土だろ正直って思ってる韓国人結構いると思うんですよね。でもなかなか言い出せないんじゃないですか。書いてあるように、韓国は国際司法裁判所によって決着をつけるということに全く同意していません。まあ、向こう側としては領土問題、竹島は韓国固有の領土であって韓国は、日本に対して難癖をつけられている被害者だという立ち位置なわけですから、そんなところで裁判をしようというふうにふっかけられても、いやいや、もともと韓国側にとって領土問題なんかないですからと、そういうふうに言い続けるという、まあそういう体なんだと思いますが、まあ、しかし私ども日本人からすればやはり、まあ、実際には韓国だって竹島がデタラメな理由で占拠されてるってこと分かってんだろうと、どうしてもそう思われてしまいます。また、この日韓基本条約に関することですが、韓国がこの条約に反して引き続き竹島を支配し続けるならば、少なくとも請求に関しては日本が韓国にかつて残してきたその資産について返還を求めることが可能であるように思います。私もこれまでトンヘ、そしてソウル、プサン3カ所韓国を旅してまいりまして、皆さん本当に親切でありがたい思いをしたものです。日本と韓国の間にまた素晴らしい架け橋がもう一度かかればいいなと思いますが、しかし一方でどうして仲良くしてくれないのだろうかと思わざるを得ないこともあります。私もこれまで3度韓国を訪れました。1度目はトンヘ、2度目は、ソウル、そして3度目は、プサン、まあ、それからその後 KTX に乗って、もう一度ソウルにも行きました。韓国で会った方は皆さんとても親切でした。また、韓国生まれ韓国育ちの、小野田さんの奥さんにも大変お世話になりました。それ以外にも私には様々多くの韓国出身の方、韓国関係の、知り合いがおります。実際この動画をご覧になっている方の中にも少なからず韓国の方がおられることを私は、承知しております。ご自身の住まいの国の中でかなり悪い国として認識をされているこの日本の言葉を理解し、またその日本人の作っている動画をこんな長い時間見てくださっている韓国の方に、まずはもしかしたらご気分が良くないか、かなりお怒りかもしれませんが、ここまでその日本に対して関心を持ってくださっていることにまず心よりお礼申し上げます。そしてぜひ私も今後とも将来にわたって韓国の皆さんと仲良くしていきたいと思いますし、お隣の人と朗らかな毎日を送ることができたらどんなにいいだろうかと、もっと日本と韓国の関係が修復されるその日を切に願っております。しかし一方でつい最近の軍需品の輸出をめぐる問題と、それから一連の領土問題についてはやはり疑問の意を表せざるを得ません。皆さんと仲良くしたいんだけれどもなかなかできない、もどかしい思いがするものですが、しかしやっぱり日本の国のことを考えますと、これら領土のことについてなどは日本に対して大きく肩入れをしたいと思いますし、肩入れというよりもそれが本来あるべき正常な姿なのだと思っております。私としては韓国は今
領土については特に非常に恥ずべき状態にあると思っています。そのことについて、韓国の方もですね、いろいろ国の中で言われていることはあると思うんですが、私はぜひその事実に、どうか気づいていただきたいと思っています。韓国でなされている言説については、私が知る限りはほとんど根拠なく、ただ、竹島は、韓国のものである、対馬は韓国のものであるといった、根拠のないものばっかりです。根拠ある議論、そういったものはいくらでも私ども日本人は受け付けると思いますので、ぜひともそういったものをお願いしております。そしてまた、そういったことに対してですね、関心を持ち、もしも、この竹島、対馬に関する、韓国の主張、そのおかしさについて、気づいていただいている韓国の方が、この動画をご覧の方の中にもおられるのであれば、もうそれは日本人として、限りない感謝の意思を皆さんにお伝えしたいと思います。目的地博多まではあと3時間40分。随分長い動画になったと思いますが、もちろん日本のこの動画を見てくださっている皆さんにも心からのお礼を申し上げます。向こうに見えております島は壱岐です。対して対馬はもうこのようにかなり霞んできています。この間ツイッターで気になる書き込みを見つけました。韓国の観光客が減ってきている、日本のホテルは安くなって観光地は空いていていいことばっかりじゃないか、もう韓国人なんか日本に来なくていいという書き込みがありましたが、それはとんでもない話だと思います。今の対馬を見ていただいてもわかると思います。今まで来てくれていたお客さんが来なくなってしまった、この苦境にあおいでいる対馬を見て、これからの日韓関係をもう一度見直すのもいいのではないでしょうか。もっとも見直すといっても、韓国に対して仲良くするつもりなのか、もうあんなところと、国交は断絶してしまおうというつもりを取るのか、それの、日本側の、その思考が多少切り替わったところで、韓国側の考えはきっと変わらないのでしょうけれど、そう簡単には。いやー、びっくりした。なんかちょっと何気なく向こうの方を見つめてみたら、こんな景色が広がっております。あれはまたなんか別の島ですけどね。いや、これはもう少し早くに行ったら美しい夕日も見られたんでしょうか。動画作るのに一生懸命で、でもこの真っ赤に染まった空と赤く染まった海を見られただけでも十分です。いや、いい一日だった。お疲れ様でした。本線まもなく高田公園に合意いたします。大会にお忘れ物等ございませんよう検索をしたくお願いいたします。高田公園博多に着いたはいいのですが、なんだかすごい人です。今日はどうも博多港で何かイベントがあったらしく、船に乗るお客さんとは全く別の人で、もうバスもパンクしています。乗ることができません。まあ、バスに乗らなくても歩いて15分20分ほどで中洲川端まで至ることができるそうですから、まあいいんだけど、すごいなこりゃ。景気を変えて天神に来ました。まあ、天神でも中洲でも今からやりたいことはですね、ラーメンを食べてネットカフェで眠ると、そういうことなんですけども、まあどっちかなと思った時に天神の方が私も分かるのでこっちへ来といたわけです。あとなんか中洲はちょっと治安が怖そうということですが、福岡県の治安はなんか一般的に噂で言われるほどに悪くはないらしいですよ。今日は実は朝のキムチチャーハンと、それから船内で食べた2種類のおやつ以外は食べ物を何も口にしておりませんので、もう疲れましたよ。あそこのもう思考停止で昨日訪れたのと全く同じラーメン、あそこで替え玉を何杯か注文して贅沢にやろうと思います。はあ、疲れた。高校時代、上野に風流というラーメン屋があって、そこで2回必ず買い玉をしていたのを思い出します。博多ラーメンみたいな、あんな感じのね、店でしたけれど。
あのそこはね500円で替え玉が2回までただだったんですよ。逆に言うと替え玉をしないとちょっと損になるような料金の形態でした。だから絶対2回してたし2回完食してたんですが、今回21歳になって久々にラーメンの替え玉などするこの私は2回分の替え玉をする余力がお腹の中に残っているだろうか、自分がもしかしたらもうラーメン2杯を食べきるぐらいの力をなくしてしまっているのではないか不安に思いながら、1杯目の替え玉に手をつけ全て食べ終えました。それを食べ終わった時、自分がもう一杯ぐらいなら楽々替え玉を平らげられることができそうだということも分かりました。あ、よかった。あ、これはもう自分はもう一杯食べれる。まだそんなに、年は取り始めていないようだと安心したところでお店を出ることにしました。やっぱりね、あのそれはそのラーメン屋が、替え玉1回につき100円というサービスで、まあ、こう割と食べた量に応じて、そのグラフがこう上がっていく方かな、あれだからこうだからなんですけども、でもね、高校時代とにかく食べられる分だけバカバカお腹の中に入れていた時のですね、あれ思い出しますけど、ある程度のところでやめておく腹8分目ぐらいが幸せなんですよね。いや、いい思いをしました。これでまたですね明日からも元気といったところですが、明日はですね、ちょっと私の個人的な、事情、いや個人的というか向こう福岡空港から明日朝一番の全日空で東京に行きまして、東京12時10分発の JAL で福岡に帰ってくる予定です。その JAL はエアバス A350 型という新型飛行機の一番便でございまして、私はスーツチャンネルはですね交通チャンネルということで一応やってるんですけども、航空チャンネル部門が小野田さんにね第一をこう先に走られてるということで、ここでですね毎度こういうイベントごとがあるときには、そこに一矢報いて、小野田さんの先をこう打って出るみたいなことで、毎度恒例行事にしようと思っております。まあちょっとまだねその飛行機の切符満席で買えてないんですけど、なんとか明日の朝までに手に入れてやろうと、もしくは明日の出る時までに手に入れてやろうと思って、まあどうなるのか、とにかく明日はそういったわけでして、東京と福岡を1往復、場合によっては、東京まで行ったけど飛行機の切符が買えなければもう1往復するかもしれません。どうなるか分かりませんが、また明後日ということになりますが、今回の対馬の動画と合わせましてお楽しみいただけますと幸いです。ではご視聴ありがとうございました。次回は佐賀県方面に向かう予定になります。